スペイン代表の MF ミケル・メリーノが歓喜の声を伝えた。UEFA 公式サイトが伝えている。動画、メリーノの見事なヘディングシュート感嘆符。スペインは5日、ユーロ2024準々決勝でドイツ代表と対戦。1対1で延長戦へと突入するが、ミケル・メリーノが劇的な勝ち越しゴールを挙げ、2-1と勝利を収めた。主君のメリーノは自身のゴールについて、ダニ・オルモがボールを持っているのを見た瞬間に、彼のクオリティは高く、素晴らしいクロスを入れるだろうと思ったんだ。ボールは文字通り完璧だった。僕はリュディガーの後ろに走り込み、ジャンプしてヘディングを合わせるだけだった。あとは歴史通りだ、と話した。さらに、重要なのはメンタルだ。重要なことを成し遂げようとしている今、僕らがすべきことはプロフェッショナルであることだ。休息し、睡眠をとり、よく食べ、モチベーションを高める。次の試合に向けて 100% の準備をするのは簡単だ、と続けた。